奈良コミのタカです。今回は前回に続き国道沿いグルメ特集を行います。前回は国道24号線沿いでしたが、今回は国道169号線沿いにあるお店をご紹介いたします。169号線は奈良市から吉野郡下北山村を経由し、和歌山県神宮市までつながる国道です。いろんなジャンルの魅力的なお店がございますので、今回ご紹介させていただければと思います。ということでレッツゴー。店名がもう 169？ メニューが豊富でがっつりでも一休みにもおすすめのお店。今回お伺いしたのは奈良県吉野郡大江戸町にあるドライブイン169さん。店内は喫茶店の雰囲気もあり、定食屋さんっぽさもある感じ。今回注文したのはこちらのシーフードフライ定食。それではいただきます。まずはこちらの有頭エビフライ。サイズも大きく、持ち上げるのも重たいし食べ応えありそう。さあ食べちゃいます。口の中に入れて、おお、プリプリ、これはうまい。白ご飯がめっちゃ進みます。うますぎる。次はこちらのホタテのフライをいただきます。こちらも大きめなホタテで、これまたうまい。そしてこちらは白身魚のフライです。口に入れると、お、身がふわふわで味も淡白な感じで、これがまためっちゃ美味しい。おまけに煮物もあって、食べてみるとしっかりと出汁が旬出ていい感じ。鶏肉の煮物も柔らかくて美味しいです。最後はお味噌汁を飲んで大満足。ごちそうさまでした。デカ盛り万歳、食べ応え抜群の肉肉肉が味わえるラーメン。今回お伺いしたのは奈良県天理市にあるラーメン軍団歴史を刻め天理街道店さん。店内はカウンター席とテーブル席がございます。お食事中の携帯使用は基本禁止。ちなみに撮影のご許可をいただいております。今回タカが注文したのは豚ラーメン。見た目からインパクトがあり、大型サイズのチャーシューが何枚もある。脂身もしっかりと乗ったチャーシューは絶対にうまいやつ。麺は極太の縮れ麺で食べ応えありそう。それではいただきます。まずは麺からすする。うんま、歯応えも感じられ、ニンニクのパンチも効いていて最高です。極太脂身たっぷりのチャーシューも食べる。これはうますぎる。パンチ力があり、油断するとやられちゃう。タカ団長も必死に抵抗。塊のチャーシューもあり、歯応えとジューシーさも感じられる。最後は余裕もなく必死に食べて、なんとか駆逐してやりました。完全勝利。え、高級店？敷居が高そうな外観だが、コスパ良すぎの昼午前が最高すぎた。今回お伺いしたのは奈良県橿原市英和町にある和楽神橿原神宮店さん。店内に入ると衝撃、なんと生けすがございます。お店の雰囲気もいい感じ。お昼のメニューも豊富にあり、天ぷらやお肉がいただける御膳や、お造りや陶板焼きがついた御膳、うなぎなんかも。ただ僕にとったらちょっとお値段するなって思ってたら、こちら手が出しやすい1000円前後のメニューなんかを発見。しかもめっちゃ贅沢。さあ何を頼もうかめっちゃ迷いましたが、やっぱりお作りでしょってところで、おんちゃんはこちら本日のお作り御膳。お蕎麦をうどんに変更。お作りはサーモンやタイ、マグロ、イカの4種類。間違いなくうまいよね。おうどんもざるうどんで冷たく美味しそう。他にもお漬物やご飯、そして金の器に入ったガンも。見た目から出汁が旬出るのがわかります。そしてお味噌汁もございます。詳しい感想は後ほどおんちゃんがお伝えいたします。タカが注文したのはこちら天ぷら御膳。天ぷらも贅沢にエビ2本、ナス、オクラ、キス、さつまいもがあり、見た目から美味しそう。ざるそばもしっかりと量がございます。それではいただきます。まずは天ぷらから食べちゃいます。このサクッと揚がってる感じ、これだけ綺麗に揚げるのって難しいよね。大根おろしを入れた天つゆにつけて口の中へダイブ。噛んだ瞬
瞬間マジで驚きました。めっちゃプリプリ。そしてこちら白ご飯、器も映えるし、旅館で食べている感じもあって、白ご飯ってだけでもめっちゃ美味しい。キスの天ぷらなんかもこの揚がり具合、食べると表面はサクッと、それ以上に中がホクホクで絶品すぎますって。白ご飯も美味しいし、これだけでも大満足やけど、まだまだございます。お蕎麦、わさびやネギを入れたつゆにお蕎麦を入れる。すすると、あーうまい。しっかりとしたお蕎麦で締まってる感じもあり、食べ応えがございます。そしてこちらのガンも、お箸で持つと中からじゅわっとあふれるだしだしだし。一口でいただきます。食べると溺れそうになるってくらい口の中で出汁が広がって、優しい食感、優しいお味で最高です。最後はお味噌汁もいただいてごちそうさまでした。こりゃ最高のランチ、夜も行きたくなりました。奈良県名物三輪そうめん、家では絶対に味わえない絶品すぎるグルメ。今回お伺いしたのは奈良県桜井市芝にある千寿亭さん、町があったのですが、待った結果運よく座敷へ。和の雰囲気漂う落ち着いた空間で、すごく贅沢な気分になりました。三輪そうめんといってもメニューも豊富で、お肉なども楽しめる御膳からぶっかけそうめんや乳麺、そしておうどんなんかもございます。今回おんちゃんが注文したのが冷やしとろろそうめん、薬味が乗ったお皿の下に細くて見た目から美しいそうめんが登場。これはめっちゃ美味しそう。とろろの中につゆを入れて、薬味も入れてそうめんを持ち上げます。この絡まり具合、絶対にうまいやつ。タカが注文したのは冷やしそうめん天ぷら付き、3色のそうめんが竹の器に入っててめっちゃおしゃれ。千寿亭さんといえばこれってイメージが僕は昔からございます。そしてこちらの天ぷら、エビやオクラ、そしてあの天ぷらも、薬味をつゆに入れますが、こちらそうめんと天ぷら両方をつけて食べる万能つゆ。まずは緑色のそうめんをつゆに入れていきます。一本一本がそこまで長いそうめんではないので、すごく食べやすくワンツルでいただけます。次は黄色いそうめんもつゆにつけていただきたいと思います。すするとつるっと口の中に入ってきて、冷たくめっちゃ美味しい。口の中で美味しく楽しめるそうめんです。そしてこちらの天ぷら、なんとそうめんの天ぷら、珍しいよね。エビの天ぷらも大きいし、何より衣加減が完璧じゃない。まずはそうめんの天ぷらを、めっちゃパリッパリ、この食感めっちゃ美味しいわ。エビの天ぷらもこの角度なら大きさがわかるはず。身もしっかりとプリプリで美味しすぎる。とにかく美味しかった。詳しい感想は後ほど。奈良県の人気焼肉店1位、最上級のうますぎる焼肉が楽しめるお店。今回お伺いさせていただくのが、天理市の方にある肉商迎賓館天理店さん。雰囲気から高級感が醸し出されている。入り口から黄金のセンス、そしてこのメニュー表、店内の雰囲気は落ち着いていて半個室。まずはじめに頼んだのは極上タン刺身、絶対うまい。見てください、この色合い、生で食えますからね。わさび醤油でいただきます。そして最後の1枚は大量のわさび油と一緒にパクリ。これがまた美味しいよ。わさび好きの僕にはたまりませんでした。2品目もタンを頼みたいということで、タン三兄弟、タン元厚切りタン、タン先、この三品を楽しめるという贅沢。ここがいいね。
レモンにつけていただきます。厚切りタンがすごいよ、ほんまに。裏返して、あ、いい感じ。ハサミで切っていただきました。こちら赤目切り落とし並盛りリーズナブル、いただきます。ご飯が進む。あー、うまい。今見てもうまそう。こちら右からウルテ中落ちカルビハラミ、ウルテを頼むあたりが宝らしさが出てるね。わら、うまそう。最後の締めは石焼きチーズビビンバカッポハーフサイズ。すごいね。見てください、このお焦げめちゃくちゃうまいから。辛さは自分でタレを入れて調整もできます。感想は後ほど。なるこみ、いかがでしたでしょうか。味はもちろんのこと、外観から気になるお店や年中無休のお店なんかもございました。もちろん今回ご紹介できなかったお店もたくさんございます。ぜひ皆さんも気になるお店がございましたら食べに行ってみてください。今後とも奈良県の魅力を発信していきますので、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。